んにちは、まーです。ハイドリやっていきたいと思います。はい、ということで、今日なんですけど、こちら、事前登録報酬がですね、やっと解禁になりましたので、なぜかね、48時間後っていう縛りプレイがあったので、あとこのね、ログボとかいろんなのでもらったのが、ここに溜まってるので、引いていきたいなと思います。この装備ガチャも、ちょっと1個混ざってるので引いていきましょうか。これから引こうか。これね、受け取ることでね、ガチャを引く形になるので、ちょっとスキップしますよ。はい、じゃあ行きますか。まずこの単発ずつ行きましょう。何連あるんだろう、数えておかなきゃ。タッチ、このチケットでどれだけ来るんだろうね。うわー、もう絶対ノーマル集しかしないねこれ。誰だこのありきたりな前髪、髪型。二口かな。ごめん、二口ごめん。全然違ったね。合わせてね、34連ですね。いきます。10連チケもあるので。単発は厳しいかな。お、白になった。お、お、めっちゃ角刈りみたいの来ました。あー、待って、マジでメンディーにしか見えないわ。こんな頭いたっけ。あ全然、いやちょっとごめん、分かんなかった。君、いきますよ、どんどん。いやでもね、まあノーマルもね、ノーマルで全然使い道ありますけども。あー、ノーマルか。やっぱ違うの来てほしいよね。これさ、結構さ、ツイッターとかでさ、ガチャ渋みたいの見てるんだけど、どうなんだろうね、実際。確かにアイコニックあんま出ないよね。いや、こんな頭の人ばっか出るんだけど。まあ、チケットだし、みたいなとこはあるかな。いやー、このボールで決まっちゃうからな。ちょっとスキップしていい？さあ誰？もう当たんないからな、予想しても。あーだよねー。こんなのいた？こんなのいたっけ？いきます。10連。よいしょ。いやー、ドアの色変わんないね。あ、でも白だよ、白白。こっからの、そうそう、ここで、変わる？変わる？マジ？お？マジかよ。でもね、セッター欲しいの、今私。セッターいなくて、結構絶望的でしょ？ノーマルでもいいからセッターが欲しい。はいはいはい。お、来た、セッター来た。小金川です。お、いいよいいよ。これコンディションだっけ。え、待って、あ、なんか似たような人いっぱい持ってんだけど。常禅寺なんか見分けついてないわ。はい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 。もうだって終わりだもんな。あとみんなノーマルでしょ。こんな人もよく来るな。やっぱ渋いんかな。いや、木下めっちゃ来るんですよ私。木下のアイコニック持ってますからね。なんかさ、木下がこう前線で活躍してる姿、もう感無量だよね、ある意味。おお、もう一個あった。誰誰誰誰。めっちゃびっくりした顔してるやん。こっちがびっくりだよ。いやー、一騎尻しかわからんって、そこ。めっちゃ来るー。あ、終わったね。
OK。 よし、どんどん行きましょう。なんかあのドアからにじみ出る格転室は最初、うわーノーマル、最初以外見てないな。ちょっとあえてスキップしないんだけど、ここで、うわー、おお、お、マジマジ、一個アイコニック来たよ、みんな。え、こういうパターンもあるのか、わからんね。いや、アイコニックセッター欲しいな。てか、影山が欲しい。はいはいはい、誰喋る？うわー、もう。でもセッター。でもセッター、ありがとう。いや、ありがとう。だけど。うん。やっぱさ、なんだかんださ、おお、伊能家じゃん。なんだかんださ、なんかカラスの揃えたくなっちゃうとこあるよね。いや、私の推しツッキーがなかなか来ないのよ。田中も、まあみんな好きだけどね。いや、みんな好きと言いながら、おおお、ありがとうありがとう。小金川、いいよ。セッターあざす。よしよしよし、セッター。なんかさ、あのミッションでさ、速攻使えなきゃないじゃん？やっぱ影山がいるんだよね。何でも対応できちゃう、影山で。だから影山欲しいなーって。いや、めっちゃ出るよ、こいつも。いや、でもチケットでいいよ、今んとこ引き。おー、金田一、金田一、あざっす。あ、これもノーマルか。でもさ、結構キャラいるじゃない、この配給自体がさ。だからさ、引いても引いても、で、その、何？バトル自体にも数がいるから。いや、木下マジで来るな。そう、だから、まあ割とね、いっぱいいて損はないんだけど。最後。いやー、私に来るアイコニック、ちょっとマニアック。なんだよな、マニアックって言ったらあれだけど、あ、まあ分かんないよ分かんないよ、さっきこっからアイコニック来たからね、まだ分からないよ。はいはい、パイナポーヘッドいたね、パイナポーヘッド。はい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 、おお、変わった変わった変わった。でもあれ誰、このシルエット誰だ。いやー、このなんかシルエットでドンみたいな、このクイズ分かんねえ。結構みんななんか難しい名前してるよね。めっちゃ来るね、小安くん。小安くんでいいんだよね。いやー、アイコニック誰だろう。いや、これ結構引きいいんじゃない。あ、出た、パイナポー。こんにちは。コンディションはいないのかな。てか私今んとこノーマルとコンディションとアイコニックしか見、おー、松川さん結構好きです、この人。いや、及川さんも欲しいよね。まあ研磨も欲しいけど、みんな欲しいわ。いた、常禅寺にこんなキャラ。ごめんね、なんか主要ばっか覚えてんだね、なんだかんだ。いや、こいつもさっき出たね。いや、こいつとか言ってごめん。いや、アイコニックじらすなぁ。めっちゃ出るやん。あんためっちゃ出るやん。あーん。なんかいたね。こんな子いたね。まだか、アイコニック。ラストか。誰だろう。さあ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 、来たよ。喋ってくれないかな。関係ねえっすよ、立場とかそういうの。コートに入ったら関係ない。おお、二口ボイスありなんだ、あざっす。かっけえ、二口かっこいいじゃん。やった、ありがとうありがとう、嬉しい。二口嬉しい。はい、ということで、ね、34連引いてみました。いかがだったでしょうか。まあ、チケットでこの引きはだいぶいいんじゃないでしょうかね。うんうん。
はい、ということで皆さんもね、もう事前登録報酬のガチャチケ解禁になってる方がほとんどだと思うので、ぜひねガチャの結果とか教えていただけると嬉しいです。はい、ということでよければチャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。